はい、カボスビーユです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日も耕作放棄地へやってまいりました。今日は一人です。純子さんのおかげで結構進みましたね。今親戚の方の田んぼ2段とあと私のところの田んぼ3段あるんですけど、そのうちの1枚、トータル3枚が仕上がりました。いや本当助かってます。まあ純子さんもあのダイエット効果が出て日々体重が減ってるようですね。ということで、今日は、まあ、一番下から 1,2,3,4 段目、ここをスタートしていこうと思います。今日も寒い一日ですけど、まあ、短い時間ですけどお付き合いよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。では元気よくやっていきましょう。はい、こういう風にもうすがすがしく整備されました。いやーすごい。で今日はここをですね、ここからあと2段残ってますけどこれをやっていきます。ここも結構ひどいね。ススキが結構立ってますけど、でもまあこういう風にまあ倒れてかぶさってるところがほぼほぼなんで、全部が全部使えるっちゅうわけじゃないな、これは。うわー、この中の方はダメだな。株がボコボコっとあって、それが生えてるだけのような感じやな。で、あの辺はもう茅じゃなくて普通の雑草やな。で、あとこの上ですね。あ、この上もダメやな。はい、いやー、ここはちょっと竹とかあってきつそうやな。はい、じゃあここをやっていきましょう。ここはね、あの獣がやっぱ通ってますね。ここからずっと降りてきて雰囲気こっち側に入ってるっていう感じですね。どうも獣がこっちの山から入ってきてるようなイメージやな。ずっと今見てたらこういう、まあ、獣道がたくさんありましたね。はい、それではやっていきましょう。安全作業で頑張っていきましょう。まだこういう障害物がありますね。電気柵も残ってます。ちょっと草刈り機に巻きついたんで外していきましょう。これな。いやー、よし、取れた。はい、厚木側が切れました。
まあ今半分なんですけどね、この畔際が結構ね時間かかるんですよね。なんかじゃあ畔際終わったんで続きやっていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ちょっと休憩しましょう。ここはね、カヤの生え方が株単体でポコンポコンと立ってる感じで、全体的にこうカヤが生えてないんですよね。まあどんな感じかちょっと一回見てみましょうか。はい、この辺はちょっと倒れ込んだ感じでもう使えないんですけど、ここなんかは株単体でカヤが できてるんですね。この辺はなくて、でここもこうですね。はい、この辺もそうですね。株がポコンと立ってるだけなんで、何なのかなこの生え方は。全体的になかなか生えないんやな。難しいですよね、こういうところもね。まあそんな感じです。でも株が大きいとやっぱ刈りにくいですね。はい、ちょっといい天気になってきましたね。晴れ間が出てきました。ちょっと休憩しましょう。それじゃあお昼まで頑張っていきましょう。
今日はこれぐらいにしときましょう。疲れてきたな。いや、草刈り機置くとちょっとほっとしますね。じゃあここまで4枚刃使ってきました。あの視聴者様からコメントで、こういうプレート型は結構疲れるので私は嫌ですとかいうコメントもいただいてまして、もう私ね結構それ同感で、いやジップソーよりこういうプレート型のやつは結構疲れますね。あの 手の振動、まあ振動までいかないんですけど、こうちょっとこう衝撃がちょっとの間残る感じで、結構体力的にも疲れる気がしますね。まああのそういうコメントいただいて、あもう私もあそうやなっていう感じでしたね。あとですね、あの視聴者様からあのちょっと以前の動画で、まあ、ご質問っていうかいただいてる中で、まあ、こういうコメントがありました。あの過疎地を蘇りを日々努力を注いでおられる姿に頭が下がりますということで、本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。個人的にユージさんのふるさと再生の魅力はどのような方向を考えておられるでしょうと。ふるさとでガボスを蘇る、または違った観光体験農業を目指しておられるのでしょうか。私もうすぐ70で田舎の姿を残したい気持ちはありますが、私より年下の方が見向きもしなく一人の努力に限界を感じております。年上の方は何とかしなくては話は出ますが、実行を伴わなくなっている状況ですということです。本当にお疲れ様です。まあ私これちょっと短編的な返信したんですけど、ふるさと再生という本当に大げさではないんですけど、この田舎をまあ私一人でも頑張ってやれば少しはね維持できるんじゃないかなという思いですね。もう絶対この地を絶やしちゃいけないとかいう重い気持ちでやってしまうとどうしても悩んでしまうんで、まあ自分でやれることはやっていこうという考えでですね、ふるさと再生など大きなことはできないですが、気負わず自分のできることをやってますという返信をしてます。でまあ今幸せなことに、まあ、食とあとツーリズム、まあ旅行業ですね、このジャンルに関してはサポートしていただける仲間ができましたので、そういう方々と何かできないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあジャンルが違うのでジャンルはそういう方々にもうお任せして、まああくまで自分はそのサポート、それで何かできるといいなというふうに思ってますけどね。一人の努力では本当にもう限界がありますので、自分ができることをもうやるしかないと思いますので、きっとですね共感してくれる方は絶対いると思うので、まあご無理なさらずにね、自分のできることをやってたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ私も最初は一人でしたけど、徐々に仲間が増えてきて少しずつ前進することができてます。でまあ YouTube することによってたくさんの方々に応援いただいてですね、本当に幸せなことにそういうことで少しずつでも前に進めてる感じですので、今日は天気も良かったですけど徐々に寒くなってきましたので、もうお昼になりましたので草刈りの方はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイ。